レディオモモを聞きの皆さん、こんにちは。夜影夏のあんどん祭り実行委員会の重森良二です。今日は夜影夏のあんどん祭りをテーマに夜影の魅力をお話したいと思います。夜影町役場おもしろ道場、この番組は夜影町の提供でお送りします。皆さんこんにちは。レディオモモパーソナリティの川田直です。夜影町役場おもしろ道場、この番組は岡山市からおよそ1時間、夜影町の魅力を発信していく15分間です。今回のゲストは、番組冒頭でご挨拶いただきました重森良二さん、そして夜影町産業観光課瀬野真由子さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日のテーマは夜影夏のあんどん祭りということなんですけれども、いよいよ今週末から始まるんですよね。そうです。7月18日の土曜日から8月の9日まで。これは今回で2回目ということなんですけれども、はい、夏のあんどん祭り、どういったお祭りになりますか？夜影にはですね、ご存知のように11月には大名行列とかですね、はい、それから3月には流しびなっていう大変長く続いてる名物催しといいましょうかね、そういったものがあるんですが、はい、夏がちょっと寂しいんですね。土曜夜市ぐらいしかないんで、もっとその広い範囲からね、観光客に来ていただけるようなものを考えようじゃないかっていうんで、去年皆さんといろいろお話し合いをしてですね、それじゃあ夏のあんどん祭りっていうのをやろうということになったわけです。それで去年初めて第1回目をやったということなんですね。確かに夜影の街並みにはあんどんがぴったりですもんね。そうなんですね。瓦の屋根で白い壁で格子窓があるお家が多いんですね、はい、江戸時代の情緒って言いましょうかね、はい、そういうものが残ってる町なんですね、そこには吊りあんどんって言いますかね、軒先から吊るしたあんどんが一番似合うんじゃないかっていうふうに皆さんと話をしまして、今各地でですね、いわゆる置き灯籠っていうんでしょうか、床の上にですね、ろうそくとかなんかを灯してっていうのをたくさんやってるんですけど、 そうですね、それもとっても綺麗なんですけども、夜影のやっぱり町にはですね、釣りあんどんがいいんじゃないかと、予想があまりやってないものをやろうということで、はい、釣りあんどんに決めて去年作ってですね、はい、でそのあんどんもですね、あんどんってご存知の四角いわけですが、はい、2面にはその夜影の風物ですね、夜影の町並みであるとか、夜影のお寺であるとか、そういったものを切り絵に切っていただきまして、それを貼って、で、はい、その後の2面には夜影の小唄をですね、夜影高校の書道部の皆さんに書いてもらって、それで火を灯して釣ったと、こういうことなんですね。あんどんの量としてはだいたいどのぐらいあるんでしょう？去年はね、100個ぐらい釣ったんですけども、はい、もっと今年は増やそうじゃないかっていうんで、また50個追加しましたから、今年は150、ずらーっと古い旧山陽道の町並みにですね、火が灯ると思いますね。はい、そうですか。いや、なんだかこう高校生もね、このあんどんを作ってくれてとなると、地域のみんなで作ってこう愛も伝わっていいですよね。そうですね。切り絵同好会という町内 の、はい、住民の皆さんがね、作られたんですよね。そうなんですね。さっき去年のお写真を見せていただいたんですけれども、はい、あれ切り絵だったんですね。そうなんですよ。いやー、だから本当に素敵で、裏から火を灯すとですね、はい、シルエットが綺麗なんですよね。しかも夜影の風物をね、いろんなところのお花もありますけども、お寺の2面もあるし、山門もあるし、夜影の古い古民家も切ってありますんでね、もちろん本陣とか脇本陣なんかのね、図柄もあるし、夜影尽くしですね。そうですね。一言で言うとね、じゃあそのあんどん一つ一つゆっくり見て、これは何かなとか、そうですね、見るのにもいいかもしれませんよね。いいと思いますよ。じっくりね、そうやって一つ一つ見ていってらっしゃる方ありますよ。やはりそうですよね、興味深そうにね、はい。そして昨年は第1回目ということだったんですけれども、昨年の様子はいかがでしたか？おかげさまで、第1回でどういうことになるかなと思ってたんですが、フォトコンテストもやったせいもあると思うんですが、大勢ね、カメラ片手にですね、大勢来てくださって、しかもそれもちろん町内だけじゃなくてですね、町外から岡山の県内はもちろんですが、福山とかですね、あるいは赤穂の方からとか、四国の高松、香川県の方からとかですね、
結構他県からもね来てくださったっていうんで、まあ第1回目とそれは大成功じゃなかったかっていうふうに思ったんですね。瀬能さんもスタッフさんとして参加されたということで、はい、去年はちょっと始まるちょっと前ぐらいから雨が降り出しまして、はい、ちょっと小雨だったんですけどね。でどうなるかなと思ったんですけど、すごい多くの方に来ていただいて、でも特にカメラマンの方がもうね、はい、本陣の前で踊り子さんが踊りながらで、はい、かつアンドンも映るっていうベストショットを狙われてるのが、はい、もうすごいなと思いまして、踊り子さんもすごい普段から練習されていて、はい、でその、まあ、夏の夜を彩るようなとっても妖艶なというか、そうですね、色気もありつつ、女性らしさがある、女性らしさがあるそういった踊りを見せてくれるので、すごい夜影の街がパッと明るくなったような感じがしました。いやー、これは見応え十分ですよね。そうですね、江戸情緒っていうのはねもうふんだんに見られますからね、はい、で聞くところによると今年は男性も、はい、登場される踊りの方はね男踊りもね今年は加わって一段と魅力が増すんじゃないでしょうか、はい、踊る人の数も増えてますしね、はい、そうですか。じゃあまた去年とは違った雰囲気を楽しめそうですよね。そうですね、去年踊れなかったから今年はぜひって言ってね、手を挙げてくださった方大勢あるんですよ。ちなみに重森さんのおすすめの鑑賞方法などあればぜひ教えてください。まあ、やっぱり夜影の古い町並みが残ってるところを、はい、で陣取っていただいてですね、そこ必ず通りますから踊って、はい、そういうところでシャッターをされるといい雰囲気が出るんじゃないかなと思いますね。なるほど、はい、やはりそういったところって皆さんこう争奪戦じゃないですけれども、うん、同じようなところに皆さんやはりこう目がけていかれるんですかね。そうですね、そうですね、多いですね。やっぱポイントがあるんでしょうね。そうですね、ここがいいという、はい、ああそうですか。ですからもう明るいうちからね、陣取って場所取りをしておられますよね、はい、歴史的な夜影の街並みにほんのりと優しい安藤の明かりがね、ぜひ皆さんにも生で実際にご覧いただきたいと思います。およそ1ヶ月間たっぷりと楽しめそうなんですけれども、これはねもうぜひカメラを持ってというところですから ね、 そうですね。今年もフォトコンテストがあるということで。そうなんです、まあ、去年もね、はい、フォトコンテストやって、売りはですね、その審査委員長がアラーキーだっていうことなんですね、はい、アラーキーっていうのはもうカメラやる人にとってはもう神様みたいな人ですからね、でこの人はほとんど審査委員なんてやらないんですよ。そうなんですね、難しい人ですから今年も今年どうかなと思っていろいろ話してたら、はい、やろうと、今年もやろうと、去年面白かったから今年もやってやろうというようなことでね。ですからいや、アラーキーに自分の作品を見てもらうチャンスってもうほとんどないわけですからね、はい、それで審査してもらうっていうのは大変カメラマンにとっちゃ嬉しいっていうか楽しみなことのようですね、はい、ですから応募がすごくあるわけですよね。事務局は大変なんですけどねそうですよね、ちなみに去年のフォトコンテストではどのぐらいの応募があったんですか。600枚ぐらい来ましたかね。600枚、はい、それをこう全部チェックして、ということなんですよね。そうです。で、まあ、グランプリとかなんとかっていうのは賞をどんどんつけていくと、大変ですよ、審査する人も。そうですね、またいい作品がたくさんあるからこ そうなんです、選ぶにどれにしようっていうところがまたね、大変そうかなとも思うんですけれども。大変だと思いますね、ちなみにグランプリ受賞された方には素敵なプレゼントがあるというふうに伺ったんですか。5万円っていうね、大変な地方のフォトコンテストは大変なんですよ、5万円ってのは ね、まあ、それもあって皆さん頑張って映されるんじゃないでしょうかね。そうですね、グランプリ目指してといったところですよね。そうですね。で去年のフォトコンテストではテーマなどはあったんですか。やはり赤毛の祭りっていうのをですねテーマに、まあ、去年の場合は大名行列もひな流しもですね、いいですよとテーマとしてということで、そういう関係の作品もありましたけど、やはり今回はやっぱり絞ってですね、夏の安藤祭り、あるいは小唄踊りですか、はい、そういうものに絞って今年は募集をかけてるんですけど、はい、十分それだけでも絵になる風景ですから、カメラマンにとっちゃですね腕の見せ所じゃないでしょうかね。そうですよね、はい、どうなんでしょう、作品としてはやはり踊っていらっしゃる方の姿っていうのが多く見受けられるんですか。
まあそうですけども、ただその踊り子さんの表情とかですね、うん、そういうのをわざとわざとっていうか狙って写してる人もありますね、うん、もう、うん、極端に言えば去年入賞した作品の中にはその同じですね、その編み傘の後ろからちらっと見えてる同じを写した写真、もうすごく色っぽくてですね、これ坂田明さんが絶賞しましてねこれ行こうっていう坂田明賞を取ったんですけど、ね、そういうのもあるんですよ。私てっきりその踊っていらっしゃる全体の姿とかを写しているものが多いのかなとも思っていたんですが、結構そういうね、はい、穴を狙うというか、こういうね、ちょうど後ろの姿ですね、首の後ろ側をクローズアップして撮るとかですね、なるほどなと思ってね、いろんな写真が登場してくるようです、ね、そうですよ、はい、ぜひ今年もたくさんの方にこのフォトコンテストにもご参加いただきたいんですけれども、はい、こちらの応募締め切りはいつになりますか？9月の10日ですね、ちょうど踊りが終わって1ヶ月ぐらい後ですから、まあ、十分時間がありますから、そうですね、はい、8月8日の当日から9月10日の木曜日までが締め切りということで、今回の作品のテーマは夜影夏の行燈祭りと小唄踊りがテーマということで、そうなんですね、はい、ぜひ皆さんにねカメラを持ってきていただいて素敵な写真をベストポジションでね撮っていただきたいと思います、はい、そして夜影小唄踊りっていうのはどんなものになるんでしょうか？まあ、夜影小唄っていうものがありましてね、かつてその昭和30年頃までですねすごく皆さんの間で歌われてた歌なんですけども、はい、なぜかその消えたんです、消えてしまったんですね。でそういうのがあるってことを知りましてね、はい、一生懸命探して復活を60年ぶりで去年させたわけですね。でそれはまあ夜影のいろいろな名所旧跡とかですね、そういったものを読み込んだ素晴らしい歌詞なんですよね。また機会があれば詳しいお話はしますけど、それをまあ復活させて、はい、それに踊りをつけて去年初めてご披露したというんで、まあ、もちろん昔のことを知ってらっしゃる方は随分懐かしがられましたし、ご存じない方も夜影にこんな歌があったのか踊りがあったのかということはね、分かって喜ばれたんですよ、はい、そうですか。またこのね夜影小唄踊りについては次回この番組でご紹介できたらなと思っております。それではおしまいにお聞きの皆さんにメッセージをお願いします。まずは重森さんからお願いします、はい、夜影も今随分こうだんだん魅力を増してきておりますんでね、はい、ぜひ夜に限らず昼間からですね夜影の街お出かけいただきたいと思っております。立派な古民家を再生した宿もできましたし、食事どころもね美味しいところができましたし、ぜひ来ていただいて十分満足していただけると思うんですね。お待ちしてます。はい、では瀬野さんからもお願いします。はい、夜影町の街並みを散策しながら、そして夜は行燈で照らされた街を楽しんでいただいて、夜は泊まっていただいて、そしてなんかリフレッシュしてまたお家に帰っていただき、また夜影町に来たいなって思っていただけるような祭りにしていきたいなと思っていますので、ぜひ皆さんお越しください。はい、今日は夜影夏の行燈祭り実行委員会の重森良二さん、そして夜影町産業観光課の瀬野真由子さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。次回は夜影小唄踊りについてお伝えします。お楽しみに。夜影町役場おもしろ道場、この番組は夜影町の提供でお送りしました。